津島クジラは、日本で発見されたヒゲクジラの一種である。クジラグーテイヒゲクジラ目ナ長須クジラか、長須クジラ族に属する。種小名は、日本のクジラ学の祖、大村秀夫にちなんで名付けられた。または名は、ホロタイプの産地である、山口県下関市の角島に由来する。命名,名、発表者は、和田志郎。 山田各、大石正幸の3名。これまで確認された個体数が少ないため、はっきりとした分布はわかっていない。標本が捕獲された地域は、日本海、太平洋熱帯海域及び、インド洋である。体長は12メートル以下とされるが、標本数が少ないため平均値は、不確かで、洋上での目測で15メートルに達したとされる、報告もある。 いずれにせよ、大型種の多いナガスクジラ属では、比較的小柄である。ナガスクジラ属に共通する外見を持ち、体色は左右非対称。背面が濃い灰色、覆面は白色だが、左胸まで灰色の部分が広がる。胸びれの前縁と、裏は白色。喉の胸上部は後方、へそまで達しその数は90近い。ヒゲ板は、 ウレ列前方のみ紅白色で他は黒色が混ざる。つまり、体色と同じく左側に黒い部分が多く、この点は黒ミンククジラに似る。髭板の数は片側200枚前後と、大小問わず片側300枚持つ他の髭クジラ目に比べ明らかに少ない。頭骨を上から見ると、上顎骨外縁部の粉担から方にかけての輪郭が丸みを帯びている。さらに、 クジラ類特有の左右上が骨間にある深い溝の最大幅が流すクジラ属では最も狭い。これらは角島クジラ独特の特徴である。生態は解明されておらず、生息数や生まれた直後の体調なども不明である。2005年に宮崎県宮崎市の海岸に体長約3.2メートルほどの幼体のメスが漂着した。 また2015年には、マダガスカル沖で子供を含む25頭ほどの群れが目撃された。1970年代末、命名、発表者の一人、和田志郎は、遠洋水産研究所芸類資源研究室において、調査捕鯨により捕獲された、南半球産のニタリクジラの臓器標本の遺伝子解析を行っていたところ、1976年に、 太平洋熱帯海域産の死有核産体1978年にココス諸島近海のインド洋産のメス2体の標本がユニークな遺伝子を持つことを発見した。これらは体長が約9.6から11.5メートルと小型であるにもかかわらず成熟した個体であった。これらは 新種の可能性があるとして、イギリスの総合学術雑誌、ネイチャーに論文を投稿する運びとなった。しかし、携帯情報の不足などを指摘され、投稿には至らなかった。このため和田は、ナガスクジラ族の携帯を詳細に調査した結果、ニタリクジラとされるクジラにはいくつかの種が含まれている、ことが判明した。当初似タクジラと呼ばれた、ビー・ブライダイと、後に同種とされた。 b エデには別種であり、また八体のクジラも別種であったと、和田は結論付けた。新種クジラの骨格の形態に関するデータは、揃っていなかった。和田は、国立科学博物館の山田核の協力を得、八体のクジラを新種として公表する予定であった。しかしその直後の1998年9月11日、日本海を航行中の漁船が、 山口県各島近海の海士が瀬戸において、クジラと衝突する事故が発生した。このクジラは、体長約11メートルのヒゲクジラで、事故当時すでに死んでいたか瀕死の状態であった、可能性が指摘されている。これは、この海域で、クジラやイルカの目撃例が稀であり、また健康な状態のクジラが、低速の船と衝突する、可能性が低いからである。このクジラは、 国立科学博物館の山田が確保、水産総合研究センター中央水産研究所、岩手県立博物館、日本芸類研究所などで詳細に調査された。調査開始が3日後であったため腐敗がひどく、軟組織など腐敗しやすい部位の詳細な調査が難しかった。しかし下骨の状態は、すでにこの個体が十分に成熟、あるいはすでに老齢であることを示していた。 ガスクジラなどは、生体で20メートルを超えるため、大型種の容体でないのは確かであった。また、肝骨の形態が得意であり、病変個体あるいは未知の種である可能性が指摘された。また、頭骨も独特の形態を示していた。尾骨周辺の形やミトコンドリアの DNA などから、この個体が、先の八体の標本と同じく新種と結論付けた。このクジラは、 バラエのプテラオムライと名付けられ、ネイチャーにいて、論文が発表された。ヒゲクジラ類では、新種の発見は1913年以来、90年ぶりとなった。1970年代に捕獲された個体が、誤認されていたように、ニタリクジラと類似した形態を持つ。もともとこの、ニタリクジラには、複数の種が含まれていると考えられており、 研究チームはこのクジラの DNA についても解析を行った。結果、ニタリクジラは三つの種に分割されると結論付けられている。一つは、ニタリクジラバラエノプテラブライダイ、もう一つはカツオクジラバラエノプテラエデニ、そしてこのツノシマクジラである。和田らによれば、イワシクジラとニタリクジラ、カツオクジラ、ツノシマクジラは禁煙で、 最初に分岐したのが角島クジラ、次がカツオクジラ、そしてニタリクジラとイワシクジラが、姉妹群を成すという。ありがとうございます。